向こうに見えるのがね、新幹線の、青函トンネルの入り口なんですね。先にはね、津軽海峡が見えてますね。ここにはね、神社もあるみたいです。トンネル神社っていう神社です。貫通石って書いてますね。念じれば願いの一心、岩をも通すっていうことですか。赤い線から出ちゃダメ。赤じゃないですね。で、穴を狙って、一生寝て途中で止まらないで貫通すると願いが通じるとか。じゃあね、家内安全の願いを今したので石を狙ってみましょう。この石が良さそうですね。あ、ちょっとでもそこなんかお金貼ったりとか石がありますね。ここに投げて向こうまで、貫通すればいいわけですね。足はここから出ちゃダメなんですね。あ、赤い線、この線、あ、まったいちゃダメなんだな。じゃあここからね、手をちょっと伸ばしてやってみましょう。あ、全然ダメだ。タイトは書いてないんでね、もう一回やってみましょう。来ましたね。でもなんか中に入ってたお金もちょっと落としちゃったかもしれないです。青函トンネルはね、昭和29年9月26日の未明ね、台風15号で、青函連絡船が遭難して1430名が死亡した、そういうねことを契機にして、津軽海峡にねトンネルを通そうっていう計画が持ち上がって作ったトンネルなんですね。こういったね、売店みたいなのもあるんですけど、まあちょっと今の時期はやってないんですかね。観光客もほとんどいませんし、もうこれから冬なんであんまり来る人いないんでしょうね。向こうにね、展望台っていうのがあるのでちょっと行ってみたいと思います。今の時間からだとね、今12時過ぎなんですよ。12時53分の下りをもしかして見ることができるかもしれないですね。でもね、何やらちょっと音がするんですね。何か通るんですかね。音が近づいてきましたね。何でしょうか。あ、貨物列車ですね。新幹線の線路を貨物列車が普通に通ってますね。これもなかなか珍しいですね。意外や意外ね、新幹線見に来て貨物列車見た方がかえって良かったかもしれないですね。ちょっとね、今の時間からだとちょうどいい新幹線っていうのがすぐには来ないんですけど、展望台にはちょっと行ってみたいと思います。ここから歩いてね、新幹線の線路の下をまたぐんですね。これベンチとかもあるんですね。これトンネルからのね、新幹線を見るためのベンチとかっていうのもあるんですね。使う人いいんですかね。こういう感じで見れるんですね。新幹線がね、通過する時間に合わせてちょっと戻ってきました。ちょっと短かったですね、新幹線ね。